大変お待たせいたしました。7時からのセカンド、もうすでに、この後ろの方のスクリーンには素敵な映像が流れておりました。夏の真っ盛りに海をテーマに本日は選びました。本日の映像演出のご担当いただきました先生をご紹介したいと思います。和光大学経済経営学部伊藤孝治教授です。先生、あ、いらっしゃいましたありがとうございます。そして映像の他に照明、あるいはの皆様のテーブルにございます素敵なキャンドルライト、本日のライブの演出を研究室の皆さんとともに担当していただきました。研究室の皆さん、どこですか？見えるかなちょっとね、暗くて見えませんけども、はい、ありがとうございます。本当に早くからね、このステージを作っていただいて、感謝しております。はい、そしてですね、本日の映像の中には、東北震災の震災以降毎朝夜明けの写真をお撮りになっていらっしゃいます三度和平さんの写真も映像の中に含まれているということです。素敵な写真が流れておりました。最初の曲はグリーンドルフィンストリートをお送りいたしました。何やら皆様ちょっとお耳を傾けていただきたいと思います。波の音が聞こえてまいりました。それでは続きまして、日本を代表する海の曲浜辺の歌、そして世界的に有名なシャンソンラメール2曲続けてお送りいたします。
浜辺の歌ラメール2曲をお送りいたしました。浜辺の歌も皆様よくご存知の曲だと思いますが、これは日本海をイメージして作ったということですが、荒々しい日本海ではなく、とても穏やかな日本海ではないのかなと思います。そして2曲目のラメールは母と訳されております。シャンソンの曲で、日本では三輪明宏さんはじめ全てのシャンソン歌手が歌っているということです。本日はジャズ風にアレンジしてお送りいたしました。後ろの、ね、映像の皆様、今結構、次の曲の紹介が出ておりますけれども、すごい素敵な映像が流れておりました。ワンちゃんが座っている写真がとてもなんか印象に残っておりますけれども、後ろの映像も一緒にお楽しみください。では次の曲をお送りいたします。メイディンボヤージ、放題では処女航海というふうについております。ピアニスト兼作曲家のハーディ・ハンコックの曲です。Thank you.
Thank you.
名人ブラジオをお送りいたしました。それでは次の曲。